おかしなことに外務省から待ったがかった。何を待ったがかった。時期尚早っていう待ったがかった。私はね、その時期尚早といって正式なですね、東大を正式に海図に載せないことがこう実効支配と言えるんですかね。どうなんですか。